富士と歩く25分。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間。拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩についていってみましょう。おはようございます、坂口拓司です。おはようございます、妙高院雅子です。拓司と歩く25分、今日は遠賀郡の水巻町に来ております。遠賀郡水巻町のコロッセ南1丁目にあります、JR 水巻駅前です。はい。ここはね、北口と南口がある駅でありまして、はい、南口の方は非常にあの立派なロータリーとか駐車場とかタクシーとかバスの待機スペースもあるんですけれども、不思議にあの利用なさる方はですね、昔からあるこの北口の方を利用する方が多いんですね。はい。駅ができましたのは昭和36年1961年です。国鉄、日本国有鉄道が開設しました。で、昭和61年、1987年、国鉄の分割民営化に伴って JR 九州、九州旅客鉄道の駅になったんですね。一日の乗降客数はおよそ2000人というふうに言われております。妙高院さん多分知らないでしょうけど、はい、この水巻町は、まあ、一言で言えば何の町でしょう。近くに大きな遠賀川が流れる、はい、外してませんね。私ね、初めて知ったんですけども、いつものようにモニュメントに稲作の発祥の場所なんですね、ここ。水巻町が、私これ知識として持ち合わせておりませんでした。もうお恥ずかしい限りでございます。私もです。またあのモニュメント棒読みしますね、はい、昭和6年1931年に発見された建屋式遺跡は、弥生時代前期から後期にわたる集落の遺跡です。遠賀川の中洲を中心に年代の異なる2つの層に分かれた遺跡からは、高床建物の柱、貯蔵穴、土器、石包丁、木製の農機具などが出土していて、稲作が行われていたことが分かっています。中でもほぼ原型で発掘された遠賀川式土器、レプリカありますね。土器のレプリカが、これがモニュメントになっているわけですけれども、超指定の文化財として水巻町に保管されていますという。だから知らなかった。知らなかったですよね。あまりこれだから恩賀、軍のこの水巻町の方も声を大にしては主張されませんから、まあ、いつものように奥ゆかしいからですね。そうですね、私たちあまり知ってない奥ゆかしい方が、まあね、町の大銀杏は知ってますよ。私はあの、八剣神社っていうあの神社がありましてね、はいはい、うん、あの大和尊の御事と絹田姫の御事っていうのをお祭りした神社があって、もうね、およそで言えば2000年ぐらいの樹齢になるんじゃないですか。そんなになるんですね。もう遠くからも分かるイチョウの木が植えられた。だから鎮座しているっていう神社は私行ったことあるんですけどもね。稲作はね、そうなんですね、落ちておりましたね。駅前から歩き始めまして、はい、今国道3号のところの交差点によります水巻駅前の信号ですね、はい、これを渡っていくわけですけれども、そうですね、交通量も結構多いですね。今日はね、とっとと収録しないといけないんですよ。なんでですか。雨マークが出ておりまして、もうとっとと収録してパッと帰るっていう。そうです、雨に打たれたら大変ですから、機材も、私たちは雨打たれても死なないんですけども、この録音機材は一発で終わります。そうですね、それは急がないと。水に弱いんですね、放送機材って。い高いですし、昔はあの軍事用のものを大体使ってたんですよ。例えばあの無線機で言えばアメリカ製のモトローラーとかね、少々の雨だぐらいじゃ大丈夫だったんですけど、最近のはね、ほら、いろんな半導体とか使ってるでしょ。そうですね、だからね、精密機器が、そう、精密機器はね、弱いんだよこれは。もうすぐダメになるからね。今日はお天道様に祈りながら収録を進めていかないと。まあ、今のところね、この拓司と歩く25分、妙高院雅子時代になりまして、はいはい、雨に打たれておりませんで、そうですよね、全く、
もう勝木かな時代は大変でしたけどね。伝説をいろいろ聞きました。雨を呼ぶ女、うわ、また国道3号は交通量が凄まじいですね。大きなトラックも、まあ、大動脈ですから、はい、物流をもう担っているわけです、はい、ね、国道3号はね、ありがたいよ。あ、そうですよね、うん、九州のね、もうこれは大動脈ですよね。どこからどこまで走ってるかって知ってます？3号ですか？国道3号。っていうぐらい知らない？北は、うん、多分文字あたりじゃなかったですけ。あ、ピンポン、そうです。そうですよね。北九州市。山口は確か2号線になったなと思いまして。そうなんですよ。文字区からずっと九州のおよそで言えば西側を走っておりまして、はい、南北にね、だから、うん、福岡市、それから、久留米市、八女市、熊本の方に入っていきますよね。はい、そうですよ。長い3号線が熊本市、八代市か、そうなりますね、間違ってたらこの辺り恥かくんですけどもね。水俣市、阿久根市、薩摩仙台市、鹿児島市あたりをこう走ってるわけですよ。3号は長いですね。長いんですよ。九州をずっと走って、どうしてもね、ほら2024年問題にもちょっとこれは触れる部分がありますけれども、経費かけられないでしょ。本当は早く走りたいところだけれども、高速道路を利用したら、ほら経費がアップするから、はい、この国道3号あたりをバンバン走ってらっしゃるわけですよ。私たちは今どちらに向かって歩いているかと言いますと、はい、国道3号を西に向かって歩いております。まっすぐ行けば恩賀川ですね。私たち今日は何を見たいかというと、実はコスモス。コスモスです。楽しみです。はい。はい。ドンピシャの多分シーズンじゃないかなと思いますけど、サイクリングロード、自転車でいつもだったらこの走るようなところを、コスモスのシーズンだけ、はい、まあ、一般の方に開放して、まあ、歩いて見物していただこうという、あ、曲がり川の川の橋に差し掛かりました。はい、歩いております。わー、もうほとんどこれは川の流れを感じないぐらいゆっくりした流れでありますね。穏やかですね、はい、福岡県の北部を流れている恩賀川水系の支流ですね、はい、河川です。川幅はこれは50メートル以上ありますよ。結構な感じ、6、70メートルあるんじゃないでしょうか。昭和48年3月に竣工された橋が架かっております、うん、橋の名前は、あ、新新新田橋、はい、新新田橋、ひらがな表記でありがとうっていうです、ね、読みやすいですもうね、難読はね困りますからね、漢字はね、地域の読み方がありますから。そうなんですよね。いやでもなんかいつも車で3号線通るばっかりだから、はい、なんか車道のそばを歩くの新鮮ですね。ね、この辺りの国道3号は2車線2車線の4車線中央分離帯ありですね。この中央分離帯は立派だね。ねえ、おそらくこれは何でしょうか、サツキあるいはツツジのようなものがこう植栽されているのは一般的なんですけども、ほら排ガスに強いからそれっぽくないね。排ガスに強い、遠目にはなんか椿みたいな頑丈さに見えるものが植えられてますね。枯れてはおりません、はい、で心配なのはこれは新型コロナの影響でしょうか。あの飲食店がね閉店してますね。それさっきもありましたよね、元うどん店風のものがありましたし、ま、ここはね営業前かですね。営業前ですかね、なんか静かな感じです。営業前って言ってもほらこの時間帯って普通は仕込みの時間でしょ。そうですよね、もう従業員の皆さんの車とかがあるはずなんですけど、多分ここも閉店してますよ。あら、うん、私スナッピー時代によく食べに来ておりました。あ、そうですか、まあね、事業承継の問題とかもあって後継ぎの問題ね、飲食業は結構あのハードワークになりますから、
お子さんたちがお孫さんたちが後を継ぐのを嫌ってね、黒字の廃業とかあるんですね。そうなんですね、2020年代非常にそういうなんかニュースが伝えられてますね。ここはあの元気のいい釣り具屋さんでございまして、はいはい、今そのそばを歩いております。ありがとうございます。駐車場も広いですね。そうですよ、ね、瀬津さんとかこういうあたり来るんですよ。田畑アナウンサーも来るところ。絶対来られてそうですね。そうですね、ありがとうございます、福岡宗像方面を、ね、歩いております。じわじわとですね、歩いております。おじいさんがこれは何でしょうか、太極拳でしょうか。今庭先に出られ、はい、で運動してらっしゃいますけれども、なら、筋肉は動かさないとすぐダメになりますから。仲間と芦屋に行く、これは県道73号があるんですか。これはどうしたもんですか。この道路をそのまま国道3号を行ってると恩賀川の、だから河川敷には行けないっていうことですかみたいですね。おそらく、どこかで曲がるタイミングですね。はい、わ、ちょっと待って、さっきから蜂が来てるんですよ。さんの頭をブンブンしてますね。ブンブン、あの蜂黒いやつが好きですからね。蜂黒い色好きなんですよ。ね、そう、しょうがないですね。もうこれはね、ナスがままです。ナスがまま、もう刺された時は刺された時っていうことで。すごいロケですね、はい、すごいロケです。蜂に言いたいのは、あの坂口今日着ているこのトレーナーの色は黒じゃないよと。微妙に違うよ。紺だよ、紺だよと。紺だよと、あ、逃げてきましたよ。ネイビーだからって、お願いだから刺さないでっていうふうにお願いしたくなりましたけども。イノシシの次は蜂で。そうですね、疲れますね。ありがたいことです。何でも寄ってくるもんはありがたいんですね、はい、この辺りはあの古くからあるガソリンスタンドで、建て方とかで分かりますね、場所とかでね。遠くに見えます、右手に見えますのは福岡水巻看護助産学校。助産師さんも、まだ将来助産師さんになる方もいらっしゃると。看護学校っていうのはよくいろんなところで見かけますけど、あ、ここが建屋敷ですよ。来ました、はい、はい、遺跡がね、ありがたい。そうですよ、稲作発祥の地でございますね、はい、ありがたいところです、うん、水巻駅から私たちは歩いてるんですけれども、はい、コスモス園というのは恩賀川の河川敷のあたりにあるということですね。水巻町は福岡県の北部にあります。東は政令指定都市の北九州市、西は恩賀川に挟まれて南北に長い町です。まあ、大まかに言えば町の中心部に標高100メートルほどの小高い丘陵地帯があって、周囲は平坦な沖積地、真ん中のあたりを曲がり川が流れています。海岸が近くて恩賀川の氾濫によりまして沖積土、沖積地が厚く肥沃なために温暖な気候を利用する稲作とか野菜の栽培に適しています。河川敷は春は菜の花、秋はコスモスが咲き誇りまして、皆さんの心を和ませてくれているということですね。楽しみですね。そうですね、ここは空いているラーメン店、はい、あ、従業員の方の、そうですね、軽トラが見えますので、電気もついてますね、はい、これから仕込みということですね。さあ、もう少し行きますと、はい、これは3号まっすぐなのか、3号まっすぐなのかということですよね。標識で行くとどうもまっすぐっぽいですよ。そう、あの場所でなってますからね。行きましょうかね。そうですね、ここはちょっと待ってください。ここ一応横断歩道、横断歩道、ここ横断歩道ですよね。そうですね、消えかかってますね。しかも、車のスピードが速いところですから。結構この辺りの車というのは、まあ、標準的な速度は守ってるんでしょうけれども、
私の肉眼では早く感じますね。私もだいぶ放送で気を使っております。結構飛ばしてますね皆さんね。はい、恩賀川に向かって今歩いているところですけれども、今国道の3号の横の歩道をですね、西に向かって歩いております。今度は県道の、あ、そっか、ちょっと待ってくださいよ、こっちだったらダメなんだ、下に降りられない。400メートル行って左右に曲がれば27号って書いてあります。ということは戻って、やはり戻って戻りましょう。下に降りないといけないんですね、この久しぶりですね、バックしましたね。早めに気づいてよかったですね。よかったですね。遥か左側の遠くのところに福岡新水巻病院という立派な病院が見えますね。そっかそっか、よかった、気がついて。降りれないところでしたね。あの標識、400メートル行ったところで右に左に曲がればっていうのが出てきて、数字を見てあれと思ったんですよ。はいはい、今日は違うはずだっていう。まっすぐ行くと、そうですね、ありがたいこと、 ここですよ。また新たな看板が、新たな看板出てきましたね。この、右に曲がったら芦屋、左に曲がったら仲間の県道73号の標識がありますね。はい、あれは、だからこのまっすぐ行ったら、これは恩賀川の土手じゃないですか。土手沿いを歩く感じですよね。土手の向こう側に行かないといけない河川敷があるわけでしょ。多分両サイド、この73号がこれ這い上がれっていうわけじゃないんですよね。この土手這い上がれって、だから渡れますかね。渡れるんじゃないですかね。恩賀川の水源地ポンプ室、これは建屋式の国道ランプ南、あ、国道のランプの南が、あ、確かにね、表記は当たってますね。まあここはね、歩道が両側についておりませんで、ちょっと怖い感じのところを歩いていかなくちゃいけないんですが、久しぶりになりますね。あの能型編の時に歩道なしのところを歩きましたけども、はい、あ、片側にはついてますし、向こう側にもあるにはあります。じゃあこちら側どっち行きます？やはり南側ですね。はい、ここ今度の青信号で渡っていきますか。はい、わかりました。仲間の方面に、まず仲間の方面に行きましょうね。行ってみましょう。はい、建屋敷国道ランプ南の信号、今立ったまま、あ、大丈夫ですよね、こちらで。そうですね、右に歩いて河川敷公園、はい、コスモスの絵はあるんですが、ここでちょっと方針を変えましょう。こっちですかね。右に行きましょうね。どっちだろう。いや、右でしょうね。右ですかね。すいません、もうね、足や方面に今改めて宿はなしです。すいません、もうね、語源ありますと間違ったら間違ったね、すぐ訂正すればいいんです。ごめん、税金上げてしまったっていう。ごめんで戻しますとかなんか言う。今の時期こういうコメントはまずいかもしれません。はい、あ、恩賀川の大きな標識も出てまいりました。すごいですね。あ、でも待ってください、あれ畳4枚分ぐらいあるんじゃないですか、ね、え、河川敷公園、うん、両サイドにあるんですね。両サイド、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、さっき、え、あ、第一公園、第二公園、あ、第一公園から行かなくちゃ。すごいですね。バスケットの試合みたいになってきましたね。コートを行ったり来たり。今度は南向きに仲間方面にまた戻ってます。そうですか。いや、だから標識の一部が草で隠れてたっていう。そうですね。まあ矢印はね、だからこういうことありますから気をつけた方がいいですよ。これからね、まあ、秋の行楽のシーズンかもしれません。冬休み、何かをお休み利用してね、旅行する際にも標識は気をつけた方がいいっていう。そうですね。そうですね。しっかり見て。私、あのアナログな人間ですから、どうしてもね、はい、あのカーナビと標識が違ってたら迷うよね、やっぱね。リアルな方行っちゃうよね。わあ、鹿児島線って結構列車通りますね。ね、本数は多いですね。びっくりだよね。ただ今日はね、はい、JR 博多駅から移動におよそ1時間かかりまして、
水巻まで、うん、水巻までは距離を感じました。それもそのはずでありまして、水巻駅の、うん、東側はもう降りようですから。あ、そうか、もうそうですよね、はい、で水巻駅の西側が恩賀川駅ですから、もうかなりだから福岡市からは遠いっていうのが分かりますね。移動する時間でようやく気がついたっていう、なんていうやつだとお叱り受けそうですけどそんなもんです、はい、立屋敷三丁目3番の標識の前を今通過しておりまして、はい、この坂を登り切ったところで、はい、おそらくは恩賀川のこう景色がぶわっと目の前に広がるんだと思います。なんでしょうね、やっぱり恩賀川っていうのは誇らしいんでしょうか、標識がでかいね、あれ畳3枚分ぐらいあるよ、目立ちますよね、遠くから見てこのサイズってことは。もちろんね、恩賀川は海まで6キロ、はい、国土交通省でございますから一級河川の川ですから誇らしいのは分かりますけれども、あ、海まで6キロなんだ、そっか、なるほどね、数字はやはり意識はしませんよね、うん、よいしょ、登ってきましたよ、あ、出ましたね、広がってきましたね、やはり土手は高さがあるものですから、土手の下から上まで私たちは、あ、ここですか、はい、はい、では発表します。え、歩数は1994歩、2000歩弱の1994、はい、はい、そして距離 1.21 キロ、 1.21、はい、で消費カロリーが70キロカロリーでした。70キロカロリーですか、はい、いい感じの運動になりました。はい、今日はですからコスモスを見に行くということで、JR 水巻駅から歩きました。今週はこの辺で。9時と歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。